こんにちは、アーマ36494です。今回はドラゴンクエストダクトの危険ベロニカのハロウィンお料理バトルの EX ですね。初見やっていきたいかなと思います。推奨戦闘力26000ですね。パーティーはこちらになります。まずリーダーがロトの勇者。そして、ハッサン、ゾーマ、デスタムーンはダークドレムですね。このパーティーでいきたいかなと思います。まあ、総戦闘力28,035なんですけど、まあ、結構きついかなっていうところでございますね。ベロニカがどれぐらい強くなってくるかによるかなと。ただ、ゾーマ入ってるんで、いてつく波動使えるよねっていうところが、まあ、結構ポイントになってくんじゃねえかなと、少し思っております。少しね。ベロニカがめっちゃ速くなってる。いいね。ショック受けるの。意外と結構チビチビ効いてるんだけど。やばい。やばい。嘘。うーわ、最悪。なに、今。
なんか圧倒的破壊力はないけど、ちびちびとやられた感じがする。なんかね、泥試合に巻き込まれて、不完全燃焼でやられた感じですね。ちょっと鍛えてきて、もう一度やりたいかなと思います。ちょっと途中でね、ゾーマとロトの勇者が潰されたのがちょっと痛いなっていう感じでした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では、雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。